棒針編みの肩の剥ぎ方、何種類か種類があるんですが、今回は3種類の方法をご紹介します。引き抜き剥ぎです。これはしっかりと剥ぎたいとき、あまり伸縮性が必要もないな、肩伸びるとこですから伸ばしたくないなっていうときは、2枚しっかり閉じ合わせることができますので、この方を使ってみてください。いずれの方法でもこの捨て編みというのをしていくと、後で間違えたとき、ほどくときにとっても便利ですよ。肩下がりがあるものを使ってみました。捨て編みをしておきます。そして中表に合わせます。中表に合わせたら、残した糸を使ってかぎ針で引き抜いていきます。手前の糸を取って、向こう側の糸を編み目、目を取って、糸をかけて引き抜きます。手前側の捨て編みがしてある目、取ってる糸を取って、向こう側の糸を取って、糸をかけて引き抜きます。この時のかぎ針は編んでる糸に合ったかぎ針で引き抜いていきます。そして引き抜き加減、これもきつくすると寸法が狭く、幅が狭くなってしまいますし、緩くなるとまた間に穴が開いた状態になってしまいますので、下の編み目と同じように、同じような大きさになるように、寸法が広がったり縮まったりしないような気をつけながら引き抜き編みをします。一目一目引き抜いていきます。普通の編み目、編み地の場合は同じ目数で型とかできていますので、その時は一目ずつ、もちろん調整する時もあるんですが、まずは一目ずつの引き抜き。最後の目も同じように一目ずつ抜きました。これで糸を切って、そのまま針を抜いてください。こんな状態で引き抜きの目が表側に出てきます。これで目数が合わなくなる場合が出てきます。その場合は表側を返して剥いだ目のところを確認をします。ここでもしずれて飛んでいたりしたら、もう一度外して引き抜きをしましょう。それまでは捨て編みを外さないでください。編み目を確認したら捨て編みを外します。引き抜き剥ぎが終わった状態です。かぶせ剥ぎです。これは目通し剥ぎとも言って、目の中から目を引き出してきて、そして引き抜き、あるいは捨て止めをするということになります。引き抜き剥ぎに比べてやや伸縮性もあります。そして薄く仕上がるというのが特徴です。かぶせ剥ぎは薄く仕上がりますが、中表に合わせるのは同じです。引き抜き剥ぎと違うところは、手前の目を拾ったら向こう側の目を拾い、その向こう側の目をまず手前の目から引き出します。そして糸をかけて引き抜きます。手前の目拾って、向こう側の目を拾ったら、向こう側の目を手前の目から引き出します。そして糸をかけて引き抜きます。向こう側の編み地が手前の編み目に通ってきた
ということになります。実際引き抜くのは目が一目一本になりますので、その分だけ薄く仕上がるということになります。引き抜き剥ぎに比べると伸縮性も出てきます。手前に引き出して引き抜き、手前に出して引き抜き止め、棒針を使ってこの作業をすることもあるんですが、かぎ針を使った方がスピーディーに出来上がると思います。最後の糸はそのまま引き出してください。これも同じように編み目の状態を表側から見てみます。編み目が合わなかった場合はこの時点でもう一度ほどいて、捨て編みを外す前にもう一回かぶせ剥ぎをしてください。捨て編みをほどきます。引き抜き剥ぎに比べると伸縮性も出てきます。最後はメディアス剥ぎです。これは両方とも目の状態にしておいて剥ぐ場合もあるんですが、片方だけ伏せ止めにしておくとこれもやりやすくなります。両方伸びてしまうよりも片方は寸法を押さえておいた方がいいと思います。模様を合わせていくとき、そして模様をそのままの形で生かしたいとき、表目と裏目がこうたくさん混じっているときなどにも使ってください。ちょっと他の技法に比べると針の通し方難しいかもしれませんが、それぞれに合った技法を使うと作品の出来上がりも違ってきます。ごろついてしまいますので、片方だけ伏せ止めにして片方は捨て編みをしておきます。右足先の場合は突き合わせにして表から、実際は残った糸で剥いでいきますが、今回は分かりやすいようにちょっと色を変えて剥いでいきます。まず端の半目に針を入れます。引き抜き止めをした、伏せ止めをした下の目に針を入れて糸を出します。そしてこちら側は捨て編みをしてある一番最後の目に針を入れます。半目です。今度は向こう側ですね。半目から次の半目に針を入れます。手前半目から半目、ちょうど捨て編みの糸が通っているところです。この半目に針を入れます。向こう側もこう見て編み目の半目から半目、これが一目ですから半目から半目、半目ずつ針を入れてください。糸が見えなくなる程度に糸を引きましょう。最後も半目、そして手前の半目に入れて、これでメディアス剥ぎができました。
そして今度は捨て編みをほどきます。ハギのテクニックもいろいろなものを知っていると、その作品に応じて使い分けることができます。いずれも手加減、引き抜き止め、あるいは伏せ止め、そのあたりを編み地の寸法を確保するということも大切です。いずれの方法を使っても大丈夫ですが、しっかりまたマスターしてやってみてください。